あ、キャラいる、もうすげえ、めっちゃいいシステムじゃんこれ。目的もなく歩き回ってるの怖いよね。めちゃめちゃ顔おもろいやん。だってこれ中間作修行者でしょこれ。髪型面白、ちょっとだけいいやつになってんな。あ、おい、どういうことや。抱き落ちた。行くぞ。はい、こんばんは、ドコムスです。今日はですね、2008年に発売された Wii ソフト町へ行こうよ動物の森を初めてプレイしていきます。こういう森から考えると相当画質いいよね。お、見知らぬ猫じゃん。あー、なるほどね、追い森から引っ越せるんだ。お、なに、お、ボスだ。名前聞いてなかった。はい、そうですね。あ、これさ、ちょっと待って、さっき嫌な予感したんだけどさ、今さ、俺結構画面近いのよ。で、その上にさ、あのセンサーバーをつけてるんですけど、これめっちゃ離れないとか、ちょっとね、こんぐらい離れないと使えないんだけど。これこの後の操作に不安しか感じないんだけど。ゴス村。あ、やべえ、決めてなかった。決まってないね、例のごとく。考えてなかった。めっちゃ心配されてるわ。あ、お金もまあ持ってないね。スマップ木村の地図あげるからさ。なんかスマップ木村の地図って、また地図が出てくるのもすごい今のスマップファンにはグッとくるとこあるよね。来た。また出てきたりするのかな。これ俺かな。やっぱりあの顔選べないんだね。あ、操作がむずい。操作が、あ、もういいや、行ってみよう。お、いきなりいるじゃん。チョコ、すげえ前歯スキッパだな。よろしく、マジでよろしく。あ、なんかやっぱ昔の動物の森って歩き方独特だよな。役場行く前にちょっと全員会っとくか。ちょっと守るさ、クラス1年5組、あ、1年5組昔からなんだ。シマメロめっちゃいいじゃん。あー、嬉しい、なんかスマップ木村へようこそって嬉しくない？はじめましてだな。あ、すげえ、あ、なんか優しいな今回。ちょっとまだ俺、老い森の傷が深いからさ。なんか住民が優しくてちょっと安心した。あー、この子ね。なんか声怖くない？悪人に乗っ取られたやつの声してない？なんか3人ぐらいの声聞こえるよね。わー、なんか頼りになるわ。よろしくお願いだ人間。うわ、なんか、庭怖。庭怖くね？何これ？お、アンチョビだ、アンデスだ。あ、ルーシー、白。なんかでかっ、なんかでかくない？あ、じゃあ役場行くかとりあえず。ああ、やっぱ、え、ペリミちゃんってどっからなの？ペリミちゃんじゃねえや、しずえさんだ。しずえ、ペリンちゃんって誰？ペリコだし。しずえさんっていつからなの？ペリコさんはちょっといいね。なんでそんな偏ってんの、右側に。左側めっちゃ空いてんだから左側に住ましてくれよ。なんでこの右側に偏ってる？あの吉のこの店の方がよく使うから、一番上がいいのかな。あー、いい感じになんか、貧乏そうな家でいいね。あ、出た。もう嫌な予感する。あ、ドコムスです。なんか賃貸契約とかないの？なんで問答無用で一軒家買わなきゃいけないの？何今のとこは。
確かになんかタヌキチでかくね。何このサイズ感。村人が小さいのかな。来た。まあ、逆に待ってました。19,800 でしょどうせ。ほら19,800だ。決まってんのよ相場は。はい。ペイペイで払えない。ラインペイかペイペイじゃダメかな。僕もこれ商売だからさ、はい、詐欺師が言うやつですねこれはね。出た強制アルバイト。アルバイトという名の怪人。うるせえ金が。選択肢が、あ、イオダあるじゃん。イオダしてみようか。はい。あれもう進んでる。俺バイトするって言ってねえぞ。あ、守る俺と同じ床じゃん。貧乏人の床してるわ。行きたい。あ、やっぱ貧乏生活なんだ。仲良くしていこうな。なんかほぼジャイアンじゃない。お、伸びた。人生の色としてこの俺様の歌を聴いて帰れ。そんな顔で言わないで。そんなこと怖い。でかいんだよな、なんか。よ。この頃から距離詰めてくるんだね。よ。できるんですよ、ね、してくれよ。ですよって言ってくれよ。試してくれよって言ってくれよ。よって言ってくれよ。お、もう挨拶されるの気づいてるじゃん。いいね、ありがとう。相変わらず適当に埋めていきます。最初に渡しといてくれよ。捨てようとしてたやつやろ。ほら絶対いらねえもんだと思った。廃品回収じゃねえぞ。おやだ、もうトラウマなんだよこの子。激安の電動。ダセえもん。かっこいいでしょこれ。 I'm loving。 やった。絶対来ると思って今うーんの声色考えてたわ。自由だー。ニートの叫び。皆さん今日はフリーマーケットですよ。何フリーマーケットって。俺1円も持ってないんだけど。僕全部売って金にするか。別に全裸でもいいし。一回セーブしてみるか。設定も変えたいし。じゃあ1日進めます。どうだ。あ、出た。リセットさんだ。え、俺リセットしてねえよ。セーブしたよちゃんと。あ、どうもはじめまして。朝早くから失礼します。今私リセットさんと申します。あの、この度は町に来い動物の森をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。滑らない話。そんなも遊ぶ人に勝てやろってのもわかるんですけど、滑らない話提案させてもろてますね。あとセルゲーム開催しまへんかって提案させてもろてますね。ほな。リセットしてねえの出てくんだ。どうした。うるせえな。あ、そっか、俺たち仲間だもんな、貧乏の。あ、これだ。誰だろう。とりあえず入ってみようか。ワクワクするぜ。アルミンじゃん。この時からいたんだ。マップ木村の人って感じで素敵。あ、やっぱキムタク似てる。よく言われるわ。威圧感。その服フランソワのじゃないよね。フランソワ食った。フランソワ食べてないだろうな。シマメロと顔面白。なんか全体的にみんな頭でかいよね。二頭身じゃない。あつ森って頭身上がったね、こうやって考えると。カールじゃん。何その下痢みたいな。シマメロ。僕が引っ越してきたこと誰も気づいてくれなかった。被害妄想が強すぎる。あ、でもなんか可愛いね。
まさか俺がカールと住む日が来ると思わなかったわ。あつ森の中でも上位でスカウトしなさそうなキャラだもんな。あん、早く片付けて温泉遊びたいよ。逃げろ。やばい。守る、何それ。ハイパーヨーヨーみたいな傘してんじゃん。何、どっちも派です。どっちでも。何ここ、どうした、なんだここ、何これ、え、何これ、カールのジャケ、どういう状態、やばい、カールいるだけで面白い、ずるいな。マコスケすげえ命、生命感じてるじゃん。いいよ。目怖。どんなガラクタでも長く持ち続ければ価値が出る。ね、だね。何何、名言おじさんなの、何、どこ行った、え、これずっと流れていくの、どういう役割、これどこまで流れていくんだ、ついてってみよう。これちゃんと海まで流れていくのかな、この川を流れて海へ帰るっていう節約法なんだろうね。6000人がこのラコス、お、滝どうすんの、滝、滝どうすんの。滝落ちた。ラコスケー、何これ、え、カールのジャケ、メイコはどういう役割、ラコスケ、お前の分も俺頑張っていけるかな、ラコスケ。はい、じゃあちょっと切り替えて、あ、これでいけんだ、うわー、こいつのバスかよ、うわ、乗りたくねえ、うわー、話しかけないで、俺あなたと相性悪いのよ。あ、まあそうだね、初めてだね。そんなダセーキャッチコピーじゃねえ。買って俺街遊びに行くだけなんだけど、戦場扱いしないでくんだよ。そんな恐ろしい場所なん、行きたくねえんだけど、踏まれて殴られて嫌なんだけど、怖っ。あ、キャラいる、もうすげえ、めっちゃいいシステムじゃん、これ。かわいい。あ、住んでないキャラと会えるのめっちゃいいね。あつ森もこれ搭載してくんないかな。うわ、何、あ、え、ちょっと、みぞれいるじゃん。なんか嬉しい。みぞれかわいい。スイカみてえなマフラーしてる。何この集団。これ、人間に置き換えて考えてみ？なんか、目的もなく、歩き回ってるの怖いよね、街で。かわいい、街ブラ。かわいい。あ、あんまりそんな深くは喋れないんだ。お、バトルか。ポケモンバトルか。いや、みんなよそ見しすぎだから。もうちょっとソーシャルディスタンス保ってくんない？え、クレジットカードシステムあんの？ちょっと待って、俺今気づいたけどさ、俺1円持ってねえじゃん。何もできないんじゃない？まあ、いっか。とりあえず、歩き回ってみよう。こういう顔ほっとけないよな。ちょっと待って、金蔵ちょっと待って。悪魔の実の服着てんじゃん。あいつ能力者か。わ、すげえ。何？映画館？ガンコちゃんいるじゃん。これガンコちゃんだよね。わぁ、金ないのよ。ちょっと金稼いでから来なきゃいけないよ、これ。ちょっと一回島帰ろう。あ、キャラ入れ替わってる。ちょっと待って、これブーケじゃない？ラムネだった、か、でもかわいい。すげえ、このシステムめっちゃいい。動物めっちゃ会えるじゃん。あれ、タマじゃない？ミカッチだ。ミカッチ？そんなキャラいた？へぇそれホストや。バス。バスが無料っていう学びがあったね。
見事破れたわ。ちょっとだけいいやつになってんな。ちょっとだけいいやつになってない？カッペ。まあ3000円しかないけどこれぐらいでいけるかな。うんちが健全じゃなかったらもうコロコロコミック発売禁止だよ。あんなもん全部うんちで笑い取ってんだから。知らん、もううんちでキレられたらもう俺はもう何も言えん。エスメラルダ来た。そうだね、まあ俺もここは住みたくないかな。お、なんだっけ、マグロだっけ。マグロって悪口だよな。ギョギョ。魚くんじゃん。お、すげえ。再戦で見よう。師匠特別公演笑うネタ。めちゃめちゃハードル上げてくるぞ。めちゃめちゃ顔おもろいやん。お笑いやるために生まれてきたルックスだな。あのさ、リアクション芸やる人先にリアクション芸やらせてもらってって言っちゃダメなのよ。どういうこと？怖い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 。何？夢の中でもウケない。はは。え？どういうこと？ああ、こうやってリアクション覚えるんだ。今の音が一番面白かったわ。どこもす考えるな、感じるんだ。そうだね、俺が悪かった、ね、まあでもこれこういう要素面白い。一個ずつ言っていくか。これなんだ。お、なんだこの子。本間さん。名前めっちゃいいやん。あ、ハッピールームアカデミーのやつか。そうなんだよ。要は中間搾取業者ってことか。うわ、絶対やだわ。いいわ。だってこれ中間搾取業者でしょ、これ。絶対取るわ、なんか。途中でマージンとか言い出すんでしょ。いや、もう、絶対入んな。いや、もうこれループするやつだ。入んないとダメなやつだわ。絶対。取っていくんでしょ、なんかマージンとか。もうしょうがねえな。もう実況が進まないから入るわ。入るしかないですねっていう選択肢じゃん。さあ一個ずつ。グラシエグレイス、なんだろう。え、何、え、ケイト、あ、マジで兄弟。わ、なんか高そう。何、コシノジュンコ店、これ何。何それが買おうとしてる。その通り。いくら。あ、なんかそんな高くねえな。もうなんか、おい高えじゃんってリアクション用意してたんだけど、そんな高くねえな。あの、今日は買わないわ。あ、はい、かしこまりました。俺みたいな貧乏人が来るとこではなかったですわ。あ、ヘアサロン。何、カットリーヌって名前面白。髪型面白。成人式にこういうやついるよな。ファニーの元カノなんだって。すげえ設定あるんだ、面白い。ちょっとお金稼いで後で髪型買いに来るか。ここにもなんかあるよね。うわ、パンチすご。占いだ。ハッケミー、ゲッカモルタ、ゲッカモヌルラツァ。めちゃめちゃいいキャラ見つけたぞ、みんな。あ、なんで知ってんの。
マジモンの占い師だ。100ベル嬉しい。占ってほしい。やば。おい、どういうことや。どういうこと。何そのトンチ。マジで。うわ、嫌なやつかよ。幸せになりますって言ってくれよ。くそ、ぼったくられた。一言多いな。あ、一日一回しかダメなんだ。くそ、ちょっと日付変えたらもう一回来よう。これ当たるよ、マジで。じゃあ俺最悪じゃん。マジかよ。当たるんだ。あ、こけた。そういうこと？アリじゃないね。あ、青い稲島にお土産持って帰るのかな。マーサ。あのさ、岐阜にさ、マーサ21っていうさ、ショッピングモールがあるんだけどさ、幼き頃によく行ってたわ、ボーリングしに。そこにも緑が少ないのが原因。やっぱ木植えていかないとダメなのかな。ちょっと木増やしていくか。本当に操作性クソなんだけど。こけた時一層笑ってほしいよね、アイテムを。ここが全然違うな。 2,3,4,5,1。 あ、増えてる。一番奥にいる。見に行こう。さあ、最後のタヌキガチャ誰でしょうか。あー、セルバンテスか。こわ。いや、もうやだやだやだ。じゃあ引っ越してくれ。こんな高圧的な人やだ。一人だけロックマンの動きじゃん。え、ちょっと機械でやんの。起きれる。端っこの方に何か書いてある。曲がってもらえるか。かかろっと。あー、いいね。